モンツァ大聖堂に保管されているロンバルディアの鉄王冠ロンバルディアの鉄王冠は中世前期に作られたヨーロッパで最も古い王冠の一つであるとともにキリスト教の聖遺物であるラテン語に由来するコローナフェッレアの名でも呼ばれるこの王冠はイタリアロンバルディア州の州都ミラノにほど近いモンツァの大聖堂において保管されており はじめランゴバルド王国の後に中世イタリア王国の王権の象徴とされたモンツァ大聖堂に保管されているロンバルディアの鉄王冠のイラストこの王冠は黄金のサークレットの内側に幅1トルほどの鉄の輪を取り付けた構造になっている直径は内側1 6 5トル、外側1 7 2トルで内側の円周は4 8トルである この鉄の輪は、キリストが貼り付けにされた際に使用された釘を叩き伸ばして細い帯状にしたと伝えられており、このことから鉄王冠と呼ばれ、また生物とされている。王冠の外側のサークレットは、黄金を打ち伸ばして一部にエナメル加工を施した6つの黄金剣が、蝶子街で接続されており、十字架や花の模様が浮き彫りにされた中に22個の宝石がはめ込まれている。 この王冠の小さなサイズや、蝶蓄で接合された構造から、もともとは大きな腕輪が、モンツァ大聖堂に寄進された、宝納王冠だったと推測されている。また、歴史的な記録によれば、二つの黄金片が紛失した後に再調整されたために、王冠のサイズが小さくなっている。伝説によれば、その国は、キリストの十字架を発見した聖ヘレナが、 息子のコンスタンティヌス大帝に与えたものであるという。それが、なぜ北イタリアのゲルマン系の征服者である、ランゴバルド王の手に入ったのかは不明であるが、ランゴバルドの王妃、テオドリンダが発見に関与したと言われている。王冠は、ランゴバルド王国と中世のイタリア王国の象徴の一つとなった。モンツァ大聖堂10世紀以降、神聖ローマ皇帝は同時に、イタリア王でもあった。 多くの君主は、ローマに赴き、神聖ローマ皇帝として退官するのだが、その当時ロンバルディアに赴いて、鉄王館を退官し、イタリア王に着く儀式を行った。カール大帝やオットー大帝、ハインリヒ四世、フリードリヒ一世バルバロッサなどの有名な皇帝も、鉄王館で退官している。伝統的に、退官式が行われる場所は、イタリア王国の首都だったパビーアであったが、 1026年のコンラート2世の退観以後はミラノで儀式を行うようになった。1530年、カール5世はボローニャにおいて神聖ローマ皇帝としての退観式と同時に鉄王冠の退観も挙行している。1805年5月26日、ナポレオン・ボナパルトはミラノで自らの手により退観しイタリア王となった。この時も、 通常の王冠で儀式を行った後、鉄王冠を使用して、ランゴバルド王国の儀式に従った宣誓を行っている。1805年6月15日、ナポレオンは鉄王冠勲章を創設している。ナポレオンの没落後、オーストリアがロンバルディアを再び併合すると、1816年1月1日に、オーストリア皇帝フランツ一世が鉄王冠勲章を 再び創設した。鉄王館で体幹を行った最後の事例は、1838年9月6日に、フェルディナント一世がロンバルドベネトを落として、ミラノにおいて体幹したものである。1859年の第二次イタリア独立、戦争により、ロンバルディア全域はサルデーニャ王国に割上された。しかし、鉄王館は、オーストリアの手によって、ベローナに、ついでウィーンに運び去られた。 鉄王館が再びモンツァに戻るのは、第三次イタリア独立戦争後の1866年12月6日である。これ以後、鉄王館は二度の例外を除いて、モンツァにある。一度は1878年に、ローマに移されビットーリオエマヌエーレ二世の棺の上に置かれた時、今一度は、第二次世界大戦時に、バチカンに移された時である。モンツァの大聖堂に保管されている。 鉄王館は展示されているのは複製であるが、本物も有料で一般公開されている。写真撮影は不可である。メルヴィルの小説、白芸の37章でエブラハム船長は鉄王館で体感する現像を見ている。ありがとうございます。